いらっしゃい。こんばんは、漫画家の山花です。今夜ね、ちょっと緊急で動画を回してるんですけど、今ね、映画を見てきたんですよ。これパジャマなんですけど、すいません。この映画を見てきたんですよ。これ今朝ね、僕は北野武監督の「首」っていう映画を見に行こうと。それで時間を調べてたんですね。近くのイオンシネマの。そしたらこの映画が紹介されていて、これ、まだ蒸留所。駒田蒸留所へようこそっていう映画なんですけど、この映画がレイトショーで夜の9時から1回だけの上映で紹介されたプログラムに入ってたんですよ。なんかで、あらすじなんだろうと思って、であらすじを見たらすごい面白そうだったんです。なんか地方の長野かな、ウイスキーの蒸留所が震災によってちょっとこう経営が傾いてしまって、それで社長のお父さんがその経営立て直そうと頑張るんだけど、亡くなって、過労でね、倒れてしまって、亡くなってしまって、その後を継いでこの娘さんが、その蒸留所を立て直すっていう、そういうドラマなんですけどね。これはね、期待しないで行ったんですけど、なんか気になって、まあ、あらすじが面白そうだったので、ちょっと見に行ったんですね。これがね、予想以上に面白かったんで、ちょっと、ご紹介したいな、おすすめしたいなと思って、今パジャマで動画を撮っています。今お風呂上がりなんでくしゃみが出そうなんですけど、これね、すごい良かったですよ。今ウィキペディアで、鼻が赤くなった。今ウィキペディアでちょっと調べたら、その PA ワークスというアニメーション制作会社による映画なんですね。それでこれがですね、お仕事シリーズというのをその会社が作っていらっしゃるみたいで、その第5弾として作られた映画「駒田蒸留所へようこそ」で、主人公が、まあこの女性も主人公なんですけど、まあ狂言回しとして出てるのがある男の子、ライターの男の子なんですよ。その男の子が、まあ仕事でこの蒸留所の取材に行かされるんですけど、でやる気がないわけで、そのちょっとネタバレは含みますので、行きたいなと思う人はここでやめてもいいかもしれないですね。その男の子が、まあ取材に行って、まあ、彼女と出会い、だけどその男の子がね、本当にやる気がないわけ。やる気がなくて、燃えるものもなく情熱もなく、そんな若者なんです。そこがね、またね、ちょっとね、見ててイラッとするぐらいでやる気がない若者なんだけど、それがね、またいいんだよね。僕、子育てしてるので、なんかうちの子にもちょっと通じるものを感じてしまったりするわけですけれども、なんかそんなね、主人公がまたすごくいい味を出してて、で、その立て直っていくと、これドキュメントなのかなって僕ずっと疑いながら見てたんですよね。で、帰ってもう気になって気になって、お家帰って調べて、あ、ドキュメントじゃないんだ、本当にあくまでも創作物なんだってことが分かったんですけど、これね、行ってきてください、皆さん。本当におすすめ、いい映画です。はい、僕はこういう解説すごい下手なので、あんまり気持ちが伝わってないかもしれないですけど、これはね、見て熱いうちに、鉄は熱いうちに打たないとダメだと金子みすゞの時に痛感したので、言っときます。これはすごくいい映画。おすすめ。まだ上映中だと思うので、夜9時のレイトショー1本だけですよ。1回だけの上映ですよ。それに今日行ってきたんですけど、なんかね、淡々と流れていくんですよ、ドラマが。なんか熱い何かがあるわけでもなくね、淡々と流れていく中でゆっくりと盛り上がって、スッと綺麗に消えていく、そんな映画でした。ぜひ見に行ってください。ということで、今日はおやすみなさい。また今度。レッツゴー。